大阪市立アジフ小学校は、大阪府大阪市天王寺区にある公立小学校。1992年に、文部省より、英語教育の研究校に指定されたことをきっかけに、一貫して、英語活動に力を入れている。また2005年には、大阪市教育委員会の、学校の緑化モデル事業実施校に選定され、運動上の芝生化に取り組んでいる。 東区清堀地区で2番目の小学校として、清堀小学校より分離する形で1909年に創立した。清堀第二神城高等小学校の名称だったが、1927年には、アジフ神城高等小学校へと改称している。1934年の室戸台風では、校舎が倒壊し、児童16名が死亡する被害を受けている。 1941年には国民学校令の実施により大阪市アジフ国民学校に改称した。太平洋戦争の戦局悪化に伴い1944年以降、学童疎開を実施することになり、アジフ校では中郷地郡柏原町南高安村への集団疎開を実施している。1945年6月15日の第四次大阪大空襲では、 校舎反盛の被害を受けた。1947年の学生改革により、大阪市立アジフ小学校に解消している。ありがとうございます。